って、ああじゃあ僕もなんだって言って、はい、申請したらこのスタジオで撮れるの？撮れるはずですよ。そんなんだったらさ、表に10万人ぐらい並んでるはずじゃないの？はい、他に慎吾ちゃん以外でそのオメガプロジェクトで予算出てる人っているんでしょう？予算もちろんです、もちろんです。そこら辺で言える人、いやオメガ自体は多分3つ、僕以外に3組ぐらい、まあ、そんなにないんだ。今年始まったばっかりで、へえ、うんうんうん、で意外だわ。もともとはそうですね、こう今年始まって YouTube って、うん、クリエイティブ性っていうか動画の、うん、クオリティを上げてくださいっていう会社に見えるんですよ。そうなんだ。だから見てる側からしたら YouTube って気軽に誰でも撮ってあげるもんだから、はい、クオリティを気にせずにいろんな人が上がってる、いわゆる世界規模のコミケみたいな感じがするじゃない。いわゆる同人誌文化とか、あと学会論文みたいな、はい、いいように言えば、はい、で学会論文っていいのも悪いのも受け付けるから学会論文なわけじゃん、はい、でそこになんかクオリティを求めようっていうのがそういう動きがあるんだね。いや今だから、うん、社長が今まさにここにいる、ここの YouTube スペース東京が多分いい例だと思うんですけど、うん、少しでもクオリティ上げてもらいたいから用意したサロンっていう場所だと思うんですよ。俺もね、自分で YouTube で個人でやったことあるんだけどさ、はい、自分で撮るわけじゃん、はい、で自分でアップするんだけど、こんな場所があって借りれるんだったらそれ借りれるけど、はい、今日見てもスタジオ別にいっぱいに埋まってるわけでもなく、人が行列外で待ってるわけでもなく、多分特別なコネなりなんなりがないと入れないでしょ。だってここ入るのにまず六本木ヒルズの入館証自体必要じゃん。どういうずるい仕組みになってんの？あ、まあ、大なり小なり差別化はあると思うんですけど、うんうんうん、公にはもちろんパートナープログラムっていうものに入ってもらって、うんうん、で動画を収益化してもらって、今パートナープログラムあるには動画を収益化して、うん、で自分の動画に広告を出して、うん、でそれ専門のウェブページに飛んでもらって入館申請すれば入れるはずなんですけど、つまりステップとしてはまず自分で、はい、まあ、僕みたいに井の頭公園に撮った動画とか、はい、いろんなところで撮った動画っていうのを YouTube 上げるじゃん。 そうです。でそれでパートナーシップというのを申請して、うん、でそこである程度の再生数があって、うんうん、おまけに自分の広告にこう動画に広告みたいに載せるプログラムがあるわけで、はい、その広告もやったら、そしたらある程度の数字が出ましたと、はい、そしたら Google さんの方が君来ていいよ、あ、こんな感じ。いや一応うん、もう動画を収益化した時点でパートナープログラムは成立するんで、はいはい、でウェブページに飛んで、うん、入館申請すれば使えるんですけど、ただまあある程度、例えば僕とかオメガプログラムっていうので使わせていただいてるんで、まあ、例えば本当だったら1時からだったりするのを、まあ10時ぐらいからちょっと優先的に使えるとか。え、じゃあこれ見てるそこらの高校生が、はい、じゃあ俺も踊ってみたやってるよとか、うん、俺なんか毎週 AKB 踊ってみたアップしてるよっていうやつが、うん、これ見て、ああじゃあ僕もなんだって言って、はい、申請したらこのスタジオで撮れるの？撮れるはずですよ。そんなんだったらさ、表に10万人ぐらい並んでるはずじゃないの？いや、意外とだから、あ、そうなんだ、知られてないんだ。そうなんです、認知度がなくて、で、去年ぐらいから僕はちょっと出入りしてたんですけど、うん、年明けてから結構ここは、まだこれでもまだ賑やかになってる方なんですよ。だから、多分今年ぐらいからもっとこう、ここは活性化して使っていこうと。いや、俺が YouTuber だったらさ、はい、こうやったらこのスタジオ使えるぞっていうやつを3分動画作るけどさ、はい、あ、うん、どうやれば六本木で撮影できるんですかってやったら、だから修学高校生とかが修学旅行で東京来るときについでにここに来て撮りたかったりするはずだと思うんだけど。あれでもそう、うん、いや一応専門のページがあるんですが、なんか途中で英語だけになってるとかさ、なんかもう変なハードルあるんじゃないの、なんか途中で変なテストがあるとかさ。いや正直な話すると僕も、うん、自分で個人でそのサーバーに申し込んだことは一回もないんで、うん、ちょっと別のルートからお願いして入っているんで、うん、ちょっとその辺は本当個人の人、例えば、うん、まあ、サブスクライバーって登録者って言いますけど、登録者が20人30人のいうチャンネルの、まあ、人が OK 出るかどうかは、ちょっと、まあ、実体験としては分かんないわけな。実体験としては分かんないですね。なるほどな。その実体験として分からないって言ってるのかどうかもちょっと全部分かんないです。